さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか？私は元気にしております。さてさて、ガレージバンドでジャズ、メタル、トランスを作るというこのプロジェクト、サビが作り終わりました。はい。なので、次のメロディー行ってみたいと思います。次のメロディーは、A メロのコード進行を使った感想と、そのまま A メロに侵入するという、そういう感じです。ここはですね、まずジャズドラムから入れてみたいと思います。このデトロイトガラージ。はい、これを使って入れていきたいと思います。19小節目から。はい。まずはクラッシュシンバル。どの辺にあるのかな？どの辺にあるのかな？あ、これですね。これですね。はい。これを、はい。ちょっと伸ばしておきます。はい。バスドラは？これどっちも一緒ですね。缶は長いかな。これいいですね。これいいですね。あれ？違う。違う違う。あ、こっちか。こんな感じですかね。で、ここに入れときましょうか。ここも入れときましょうか。あ、こっちやね。こっちや、こっちや、こっちや、こっちや。で、これを持ってここにコピーして、今度はこれをこんな感じにして、これを持ってこうこう、これで4小節できましたね。小節の仕組みとしては、ドゥ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 タンタン、これ2回繰り返す必要がありますね。わかりました。
こっちにしときますか。他にシンバルないかな。止めるやつか、止まるやつか、ないんだな他に。じゃあはい、まあ、こんな感じですかね。はい。で、ここをコピーですね。次は。あ、ダメだ。
これでこいつを ここからよし。はい。ドラムこんな感じでいいと思います。はい。ああ、ここ一応アクセントつけとくか。はーい。こんな感じですね。はーい。はーい。こんな感じでいいと思います。はい。では、次はベースを入れたいと思います。それでは、今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。